今日はやる気が起きない時のトレーニングについてお話をしてみたいと思います。僕の周りにはですね、トレーニングを始めてまだ日の浅い方も結構いらっしゃったりするんですけど、そういう方たちからですね、やる気が起きない時トレーニングどうしてるのっていうことを聞かれたりすることって結構多いんですよ。それは多分その方たちがですね、今日はトレーニングやる気が起きないなと思ってトレーニングを休んじゃうっていうことがあってですね、そうならないようにするために、まあ、どう対処すればいいのかっていうことをですね、僕の経験として聞きたいのかなと、まあ、そんな風に思ったりするわけなんですけども、で、僕がですね、そのトレーニングのやる気が起きない時にどう対処しているのかっていうことについてはですね、基本的にトレーニングを休むっていう選択肢はないです。トレーニングをですね、やること自体は僕はすごい楽しいと思ってますので、その楽しいっていう気持ちよりもトレーニングのやる気が出ない気持ちの方が上回っちゃうっていうことは絶対にないんですね。で、トレーニングをね、やると何が楽しいのかっていうと、これは2つの、原因があるんじゃないかっていうふうに自分で思ってるんですけども、一つは、まあ、あれですね、目標の体に近づくことができるっていうことですね。僕はそのボディビル競技をね、続けていて、筋肥大を目的にトレーニングを行っているわけなんですけども、トレーニングをですね、継続してきたことによって今このね、体を作ることができたっていう成果を実感してますので、でこの先もですね、もっとさらに筋肉をつけたいと思った場合、ここから先ね、まあ、トレーニングを続けていくことが絶対必要だっていうふうに理解してますから、だからその自分のなりたい体になるためにトレーニングを行うっていうことがですね、楽しいっていうのがあるんですね。でもう一つはもっと短期的な、その楽しみで、トレーニングを行うことによって筋肉がポンと張った状態になるんですけども、でその張った状態の自分の体が好きっていう楽しみですね。それもあるんですね。で、まあ、そうやってトレーニングをやることによって、例えば腕のトレーニングやったら腕の筋肉がポンと張る。そうすると T シャツの袖がピシピシになって鏡で見てもですね、腕がまあ1センチ半とか2センチぐらい太くなるわけですから、まあ、その姿が好きで、まあそうやって張った状態を作るっていうことが結果的に筋肉のサイズが大きくなることにつながりますので、だからそういう感じで、まあ、目の前の楽しみと、あと長期的に見た楽しみって、その2つの楽しみを感じながら、トレーニングを行ってるわけなんですね。でその筋肉の張った状態を作るチャンスっていうのは、僕は分割法でやっていてね、各部位は週に1回しかトレーニングしないもんですから、1週間に1回しかチャンスがないんですよ。例えば腕のトレーニングっていうのは週に1回しかやらないので、腕がポンと張った状態を作るっていうのは1週間に1回しかなくて、だからそれを逃しちゃうと、そのチャンスがね、回ってくるのって次また1週間後になっちゃったりするんですね。だからそういうもったいない気持ちっていうのもあったりして、そのトレーニングですね、そのやめるっていう選択肢はないっていうことになるわけです。はい、なので、まあ、そういうところまでね、まだトレーニングの成果を実感できてない方は、やっぱりやる気が起きないなっていう時は、まあ、やらなくてもいいかなっていう風になっちゃうと思うんですけども、じゃあ、僕にね、そういうご質問してきた方たちが、どうすればいいのかっていうことについてなんですけども、まあ、基本的にトレーニングっていうのはですね、自分がやりたいと思えばやればいいわけで、やる気がなかったらやめちゃうっていうのも、僕は全然、悪いことじゃないというふうに思ってるんですね。ただ、自分自身がですね、体を変えたいっていう気持ちがあるのであれば、トレーニングっていうのは絶対にやっぱりやる必要があるんですよ。筋肉っていうのは鍛えなければ発達しないわけですから、トレーニングをやらないっていう選択肢になっちゃうと、それはね、自分の体を変えることができないっていうその結果につながりますので、筋肉をつけたいっていう気持ちがね、あるのであれば、やっぱりそのトレーニングを行う、それを継続するっていうことは必ずやる必要があるわけなんですね。まあ、それはもちろんね、分かっているとは思うんですけども、そこに、向かうためのそのやる気が起きないっていう時ってどうしてもあると思うんですよ。で、そんな時にね、どうすればいいのかっていうことについては、まあ、これはちょっと矛盾しちゃう部分はあるんですけども、僕はトレーニングをやることを選んでほしいなっていうふうに思います。やる気が起きない時って、その手をつけるのがめんどくさいとか、まあ、そういう気持ちがね、どうしても先に出ちゃうからだと思うんですね。まあ、それはもちろん体調が悪いとか、仕事の疲れがあるとかね、そういった部分もあったりすると思うんですけど、でも多分ね、トレーニングを始めちゃえば体が動くだけの体力っていうのは必ずあると思うんですね。だからとりあえず、トレーニング取り組む
まあ、ジムに行くとかね、行動を起こすっていうことを先にやっていただきたいなっていうふうに思うんですね。で、そうやって行動を起こすと勝手にね、人間のこう精神ってそれについてくるようにできてるんですよ。人間ってね、行動を起こすとそれによって気持ちが変わるっていう部分ってすごい大きかったりするんですね。例えばよく聞く話で、人間っておかしいと笑ったりするんですけど、でも笑うことによって楽しくなってくるっていうこともあったりして、それは行動が先に来て後から感情がついてくるっていうことがね、起きるわけなんですけど、それはトレーニングにおいてもですね、絶対にあると思うんですね。先に、体を動かして、その体を動かしたことによって後からテンションが上がってくるっていうことって絶対あると思うんですよ。で、あともう一つね、心理学の世界で作業興奮の原理っていう言葉があるんですけども、これは作業をね、行うことによって、脳からドーパミンが出てきて、でそのやってることが楽しくなるっていう、まあ、そういう心理学のね、世界で言われてることがあるらしいんですけども、それって実際に、僕自身もね、体感してることでもあったりするんですね。でその、ドーパミンが出てくるまでの時間ってだいたい5分ぐらいらしいんですけども、こう何か作業を始めてね、5分経ってくると、そのやってる作業自体が楽しくなってくるっていうことって結構他のトレーニング以外のことにもね、当てはまったりするんじゃないかっていうふうに思うんですね。例えばこうね、仕事をしなきゃいけないとか勉強しなきゃいけないっていう状態があったとして、だけどやりたくないなと思ってね、ちょっとこうスマホをいじっちゃったりして、そしたらそのいじってることが楽しくなっちゃって、そっちに、集中しちゃうなんてことって結構あったりすると思うんですけど、それは他事をやることによって、その他事に対して、作業興奮の原理がね、働いちゃって、ドーパミンが出ちゃって楽しくなっちゃうっていうことがあったりすると思うんですけど、なので、何かね、やらなきゃいけない作業があるときは、他事をやらずに、まずそちらに取り組むっていうことをやっていただくと、それが、例えば5分とか経ってくると、そのやってることに対してだんだんこう気分が乗ってきてですね、でそれで、手が動くようになるっていうことがね、必ず、あるわけなんですね。でそれは、もちろんトレーニングにも当てはまりますので、だからやる気が起きないなって思った日があったとしても、まずはジムに行って、体を動かすっていうことをやればですね、後から、ドーパミンが出てきてですね、それがやってること自体が、まあ、だんだん楽しくなってきてテンションが上がってくるっていうふうに、人間の体ってできてますので、だからそういうもんだと思ってね、理解して、やる気がなくても体を動かすっていうことをやればですね、それをですね、続けていくことによって、習慣化してくるっていうことがね、起きるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、習慣化さえしちゃえば、逆にね、やらないことが気持ち悪くなるっていうふうに、だんだんとなっていきますので、それが今の僕の状態っていう感じですね。で、僕の場合もですね、トレーニングをやる気が起きない時も、なきにしもあらずっていう感じで、今日はちょっとトレーニングやるのきついなって感じる時も、どうしてもあったりするんですよ。やっぱり人間ですからね、体調っていうのはいつも一定ではなくて、そのバイオリズムみたいにね、こう波っていうのがありますから、波が沈む時っていうのは、どうしても、トレーニングやるのがね、億劫だって感じる時もあったりするんですけど、その時はですね、トレーニングの、メニューを思いっきり変えちゃったりするっていうことをやったりしますね。例えば、足のトレーニングが特にそういう気分になったりすることが多いんですけど、トレーニングの種目をですね、思いっきり減らしちゃって、例えば1種目だけにしてね、その1種目に集中して力を出し切る。それだったら結構精神的にも楽だったりすると思うんですよ。トレーニングってね、こうやんなきゃいけないと思ってそのこなすっていうのはやっぱり作業になってしまいますので、筋肉をですね、追い込むことが目的で、そのための手段として、そのね、トレーニングを、行うっていうことが大切だと思いますから、だから、その追い込むことができるそのメニューを組むっていうことも結構、大切だったりするんですね。そのさっきのバイオリズムじゃないですけど、波の上にあるときは、まあ、体が元気なときはですね、しっかりと、例えば3種目とか4種目とかって、いろんな角度から筋肉をですね、刺激するっていうことが、まあ、できますし、それを、やることによってね、また体っていうのはしっかりと反応するわけなんですけど、そうじゃなくって、体が疲れちゃってね、こう波が沈んでる時っていうのは、それと同じことをやろうとしても無理がありますし、多分、それをやってもですね、体がうまいこと反応してくれないっていうこともね、あるかなというふうに思いますので、だからその時はその時にできる自分のベストを尽くすっていうつもりでね、トレーニングに取り組むっていうことを
を、僕は一応意識するようにしています。そうやって例えば1種目だけにしようと思ってね、それで追い込んでみたら意外と、体が動き始めてね、もう1種目できたなんてこともあったりしますので、それはさっき の作業興奮の原理の働きかもしれないんですけども、だからそういった感じでね、とりあえずやってみて、その結果どう途中でね考え方が変わるかっていうのはやっぱりやってみないとわからないっていうところもありますので、だからそれは僕も同じっていうことでですね、トレーニングのやる気が起きないっていう時もですね、まずは、体を動かしてみるっていうことからですね、取り組んでいただければどうかなというふうに思います。はい。あとね、もう一つ、やる気が起きない時にですね、僕が気をつけてることっていうのは、ウォーミングアップを結構長めにやるっていうことはやったりしますね。やっぱりいつも通りのペースで始めようとしてもなかなかエンジンがかかんないっていうこともありますので、だからウォーミングアップをちょっと長めにしてですね、その刻みをもっと細かくしたりするんですよ。例えば、ベンチプレス100キロでやろうとして、本当だったら60、80、100っていくところを40、60、70、80、90みたいな感じでちょっと細かくやっててですね、それで体を徐々に温めていって、心も、精神状態もね整えていくっていうことを意識したりもしますので、あとそのやる気を出させるための手段として、もう一つその、プラシボ効果に近いかもしれないんですけども、例えば BCA を摂取するとですね、脳からセロトニンが出にくくなって、疲労を感じにくくなってね、トレーニングに集中できるっていう作用もあるみたいで、そういったものを利用するとか、あるいはカフェインとかね、カフェインって興奮作用があるそうですので、トレーニング前にコーヒーを飲んだりとかね、そうするとまた自分の中でなんかこうスイッチが入る感じっていうのがね、もしかしたらあるかもしれませんので、そういう自分なりのなんかこう気持ちを高める方法っていうのをですね、いくつか引き出しを持っておくと、トレーニングのですね、やる気を出させるために役に立つんじゃないかなというふうに思いますので、そういったところもですね、ぜひ、意識していただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、という感じで、今日はですね、やる気が起きない時のトレーニングの取り組み方について、いろいろ僕の考えをですね、お話しさせていただいたんですけども、何かこうね、参考になる部分があれば嬉しいなというふうに思います。はい。トレーニングをやればですね、さっきも言いましたけども、心もだんだん乗ってくると思いますので、で、やればですね、必ず成果っていうのは現れますし、それを長く続けていけばですね、必ず、体の変化っていうのは現れますから、そうなっちゃったら、もうね、トレーニングをやりたくてやりたくてしょうがないっていう心境に絶対になりますので、ぜひそこを目指してですね、体を変えたいと思う方はですね、やる気が起きない時でも、とりあえず、ジムに向かうっていうことを、ぜひね、やっていただければというふうに思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。